新年、2023年日本人が一番驚いた出来事、おそらくこれ。間違いない、ロマーノのツイート見てかなり驚いたし二度見したの思い出す。遺跡も驚いたし結果めちゃくちゃ残してるのがすごい。ほんとえぐいことよ。ロマーノさんも最上級の驚き的なコメントしてましたもんね。そりゃ世界中で遠藤航検索されちゃうよね。間違いない、噂からヒアリー号までの速さもびっくりでした。むしろ噂すらあったのかも覚えてないレベル。ワタが怒涛の半年を過ごして世界を驚かせた。こんなにも活躍できるなんて正直思ってなかった。今じゃプレミア首位のアンカーっていう事実よな。今年はどんなサプライズあるか楽しみだわ。